本日のキャンパスツアーは実行委員長の私、明神萌衣が務めさせていただきます。よろしくお願いします。そこで本日は特別ゲストの方にいらしていただきました。お願いします。はい、愛媛県の免罪アイドルグループ唯我独尊の西山俊彦です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで僕は3月に聖カタリナ大学を卒業したばかりなんですけど、久しぶりに、ね、キャンパスの方に帰ってきました。ということでですね、今回はキャンパスツアーということで、一緒に校内を紹介できたらと思いますので、一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速行きましょう。うわー、すごい。まずここに大きな時計がね、はい、あると思うんですけど、なんかすごい懐かしいですね、この風景。結構大学とか通学とかあると思うんですけど、はい、あそこにちょうどスクールバスが止まってると思うんですけど、はい、市駅とかいろんなところから来る人ね、はい、ここから乗って行ったりとか、あと帰りもこれを利用したりとかしてましたね、はい、あとやっぱここの風景がすごいおしゃれですよね。おしゃれですね、うん、冬とかは、はい、ここの中庭にイルミネーションが、ね、そうそうそう、はい、クリスマスのイルミネーションがすごい飾られたりとかして、はい、すごい綺麗なんですよ、はい、でまあなんか四季折々の景色を楽しめるキャンパスになってますね。はい、はい、そうです、はい、でこちらが、大学のキャンパスです。やっぱり映えますよね、シンボルが、シンボルがここからちょっと校内の方を案内していきたいと思います。はい、ここがカタリナの受付ですね、はいはい、総務課なんやけどここにポスターがあります。僕ですパンフレットとかも表紙とかも撮影とかもしたりとかしたんですけど、前にね、一緒にそう一緒にパンフレットにちょっと出たことがあって、はい、そうそう、すごい2年ぶりぐらいに2年ぶりじゃあちょっと行ってみましょうか、はい、懐かしいすごいですね、やっぱ あとこれ僕のグループのポスターですちょっとね今は6人なんですけど8人時代のポスターをこの時に貼らせてもらってました結構校内とかところどころ貼ったりとかしたんやけど、はい、見たことある。食堂にも、あ、そうそうそう、はい、食堂にも貼ったりとかね、いろいろしてますでこっちの中庭なんですけど、こことかってフォークソング部、僕入ってたんですよ。でフォークソング部でアコースティックウィークって言ってこう演奏会みたいなのがあったり、でそこでここでやったりとかしてったら、見たことある？いや、見たことないです。あ、ない、はい、そうなんや、次は見てみたいと思います。もう僕卒業してるあとこっちが学生支援課です。ここで生徒たちの日頃の生活だったりとか、あと教務課って言ってその学生生活の、授業に関することだったりとかをここで管理してくれてます。ギャラリーって言うんだここ。はい、僕1年休学しとったんですけど、正直こっちの方前も全く来たことなくて、 あすごい綺麗、ステンドグラス、ガラス、めっちゃ綺麗ですね、はい、でこの中が、はい、ここマジで初めて来る、はい、あ、すごい、失礼します。アルベルト・カルペンティールさんっていう宗教画を描いてる画家さんがいるんですけど、ここは版画の作品が飾ってあります。で上にまたステンドガラスが、すごい。これって普段って入ったりとかできるんですか？もし先生の方に行っていただいたら、もう一般の方でも入れるように。もうそれは受付とかで、受付と支援課の方とかに、はい、行ってもらったら。すごいですね、こちらのお皿の方がそのアルベルト・カルペンティールさんがカタリナの学長の方と仲が良くて、で愛媛にいらした際にこのお皿に絵付けをしていただいて描いてもらった作品が、すごい、こちらの方に。次は油絵、油絵の第2ギャラリーが、こちらの方が、あ、すごい、こんなに広いんや、はい、すごい。でもこれ多分僕もそうだったんですけど、生徒さんも多分知らない人多いんじゃないですかね、はい、来てない人多いと思います、ですよね、この機会に、ぜひ、ぜひ
あのこれご覧になった方はね、あのすごい芸術作品いっぱいありますので、ぜひあの支援課の方にあの頼んで見に来てくれ見てはいかがでしょうか。ここが2号館になります。来たよ2号館ここも結構広々としてますよね、はい、ここで結構学生さんが休憩してたりとか、ね、休憩したりとか、はい、そうそうそう。でここが一番大きい大講義室に。そうですね、あの大学の中でね、はい、一番大きな教室ですね。え？あれ？あら？あれ？何してるんだ？レイヤー何ション？お前何ションそこで？早くこっちに来い。彼は一緒のメンバーの斉藤レイヤー君です。斉藤レイヤーです。はい。大学とか来たことない？初めて来た。あ、初めて来た。初めて来た。どうこの教室とか？いやなんかあのドラマとかで見る感じの大学の、うん、ね、学教室みたいな。結構広いよねやっぱり。うん、これあの黒板が結構でかいと思うんですけど、この上下でこの動かせるんですよ。ウィーンって、ね、ウィーンってこう黒板書いて、うん、書き切るじゃないですか、うん、書き切ったら次こうボタン押したら、ボタン押したら変わる。そうでウィーンってこう上下が変わってまたこっちに書けるみたいな。それを繰り返していくみたいな。やっぱりその書く量がすごい多いんで、ね、あ、うん、ちゃんとノート取ってました。もちろん。おそれは取りよった。本当にちゃんと。それだけは。それだけは。さすがに。それだけは。絶対取ってそう。取ってます。取ってます。マジで。すごい。単位とかどう？単位いい感じに。いい感じに。取れてます。全部取る。全部取りました。はい。素晴らしい。さすがです。さすがです。はい。あの皆さんも講義受けるときはちゃんと真面目に受けてくださいね。じゃあ次は介護実習室に行ってみたいと思います。はい。介護実習室、はい、入ったことない。ないですね、初めて入りますね。すごい設備が。設備、ベッドとかね。私たちがまだは、うん、あの入ったことない、授業したことないということ で、ね、特別に先生に紹介をしていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。このお部屋はですね、はい、主に社会福祉学科の、まあ、福祉関係の人たちが実習するお部屋なんですね。で、障害のある方や高齢者の方々に対して、例えば車椅子への異常とか車椅子の移動とかですね、着替えの仕方とかお食事の食べ方とか、まあ、そういうふうなことを実際に演習という形で勉強するお部屋です。ここはですね、ご自分でお風呂に入れない方がここに寝たままで入れるという、そういう風な浴槽になってます。で、これはもう今はもう座ったままで入れるような、こういう同じようなタイプの浴槽もありますけども、これは寝たままで入って、ここに寝ていただいて、このストレッチャーがスライドして、でここでお風呂に入れるという、そういう仕組みになってます、はい、ですね。あそこにモデル人形のあそこにある、うん、トメさんですけど寝てますけどもね。トメさんのトメさんですね、はい、ちゃんと名前が、はい、名前がありますね。こういうの、あのお風呂とか、うん、まあ、こういう道具とかを使うその練習っていうのも実際に授業とかでやったりとかしてるんですか。はい、生活支援技術とか介護技術論、そういうふうなもので皆さん方が勉強されてます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。デポルテがなんか野球とかの野球とか屋内練習とかができるところ。へ、行ったことないし聞いたこともないようなとこですけど、なんか割と新しく。あ、新しい、はい、あ、なるほど。これがデポルテですか。すごいなんか青い青いですねじゃあ早速行ってみましょうか。行ってみましょう。なんかちょっとちょっとなんか誰かおるんですけど、ちょっともうちょっと様子見てみましょうかね。ちょっとあれ、こうきくん、めっちゃ頑張っとるけど、こうきくん、おお、トシ、いや、おおじゃない、何しよう。はい、彼は、ゆいが独尊の、
レッド担当陣野幸輝くんです。陣野幸輝です、よろしくお願いします。はい、ここはね、部活動とか野球とかサッカーとかの練習で多分使っているようなとこなんですけど、はい、どうですか。どうですか、すごい広いですねここね、人工芝生とかで。そう、めちゃくちゃそうすごいね、あの感触もいいし、新しくできたとこって結構綺麗やし、うんうん、練習もいっぱいできると思います。これ夜になったら多分照明とかもつくんかな、これどうだろう。夜でもできそうやね。ね、雨降ってもできるしね、これ。そう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 、室内っていうのがすごいいいですよね、うん、いいね。スポーツとかね好きな方とかいたらぜひ、なんかこういうところもあるので練習に使っていただければと思います。じゃあ次は学食、学食行ってみますか学食とあとそのついでに図書館もちょっと寄ってみたいと思うんですけど、はい、学食とかって普段行きますか。普段毎日、毎日行ってます。あ、はい、レディースセットとか、はい、満腹セットみたいな、はい、あ、保育が今、保育学科がちょうど授業してます。授業してますね。ここはなんかリズム教室あ、手振ってくれたこんにちは。こんにちは。ちょっと今キャンパスツアーっていうのでちょっと校内を回ってるんですけど、ここはどんな教室なんですか。リズム室になってます。リズム室、はい、今どんな授業をされてるんですか。レクリエーションの授業。リクリエーション、はい、今企画をしています。へえ、企画っていうのはどういう。子供の遊びの、イベントがあるので、その企画を今しています。あ、なるほど、はい、ピアノの授業とかもなんかあると思うんですけど、みんなもうピアノ弾けるんですか。バッチリです。バッチリ僕もピアノ12年間やるよったんですよ。ショパンの革命の位置に。なんか学生さんみんな元気ですね。元気ですね、うん、やっぱり青春やけん元気いっぱいで。あ、こんにちは。これはキャンプ…なんて言うんだろう。キャンピングカー。キッチンカー。キャンピングカーじゃない。頼んだことある。頼んだことある。ここはないんですけど。あ、他のある、はい、結構なんかバリエーション豊富で、いろんなお店が来てくれる。三津浜焼きとかが来たりとか。あ、そう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 、クレープとか、ね、クレープとかもなんかスイーツとかもあるよね。曜日で結構お店が決まってるんですよ。でその都度なんか、ね、いろんなのが、いろんな、はい、うん、はい、こちらが、学部の1号館ですね。1号館ですね。とこの中に図書館と、学食が、こちらが学食ですね。行ってみましょう。行ってみましょう。あ、ゆいが独裁。ポスターが。あれ。これはこれ僕が入った当初のポスターですね。この時本学学生人社3年って書いてあるんで、僕がまだ3回生の時の。あれ、ちょっと。あ、なんかちゃっかり食べとるし。で、まあここ学食なんですけど、こういうちょっと今、まあ、コロナでね関係でちょっと。こういう風に仕切って、まあ、黙食っていう感じで学食食べてるみたいですね、うん、で、あそこで、まあ、生徒さんが並んで
あの注文していくっていうような感じですね。何が一番好き？俺が毎回食べよったのはあのかけラーメンって言って180円で1杯食べれる、まあでも本当にネギとラーメンしか入ってないけど、それを食べよう。なんか私もよくかけラーメン食べる。あ、食べる、はい、本当にあれなんかお手頃でいいよね、はい、すごい。こんにちは学食ってあの普段どんな感じで過ごしてますか？どんな感じ？荒野行動あ、みんなで荒野行動ここでしよる。あのじゃあ学食やけど食べるだけじゃなくて、はい、こうゆっくり過ごすみたいな。そうですね、うん、まあ、こんな感じでみんな過ごしてますこっちが売店になってます。うわ懐かしいこんな感じでなんかおにぎりがあったりとか、あとまあこの辺パン類、あとあっちにカップ麺とかもありますね。で結構なんか、まあ、学生さんこの学食で過ごされることが多いんで、まあ、こういうのとこで買ってなんかゆっくり過ごしたりとか、すごくね和気あいあいとしてますよ。あ、すごい。ここにたくさんメニューが書いてあります。カレーとか丼とか、あと値段もここに。で、あ、これ400円になったんや。あ、満腹セット、これがいつもあの頼んでたやつですね。ここであの注文します、はい、ここでお盆持って並んでメニューを言ってっていう感じでね、はい、講義が2軒目が終わった瞬間にすごい人来ると思うんですけど、はい、あの結構売れ行きというか、あのすごい皆さん一気に来ますよね、はい、今日はちょっと少ないです。あ、学食ちょっと回ったんですけど、やっぱ12時過ぎるとね、増えてきました ねすごいいっぱいこれ、はい、じゃあ次の図書館行きましょうか。はい、うん、こちらが図書館です。じゃあ早速行きましょう。なんか結構新しく、ここ最近新しくなって本当に、はい、すごい全然違う俺の時と。本当はここで、学生証をかざしてあの通るっていうような感じになってますね。まあ普段その学生さんが研究とか資料を探したりとかもできますし、あとまあ授業とかでも図書館を利用したりとかもあります。普段どんな感じで？あの 1,2 年生の時に基礎演習の授業があって、うん、その時にあのこっちにある、うん、今はちょっと変わってるんですけど形が、え、こんなに綺麗になって、はい、え、すごい全然違う俺の時と。こっちの方がパソコンがあるので、はい、レポートをしたりとか、うんうん、ここで課題をしたり、はい、今実際学生さんがやってしてますね、課題とかも。で最近こう教室がまたできて、すごい、ここで授業したりとかしてるとこも。あ、ここで授業とか。こっちの部屋もまた教室みたいな形に。教室みたいな感じ。すごい、なんかこの曲線が曲線綺麗な。あの僕聖カタリナ大学の CM にあの出させてもらっとるんですけど、あのここで実際撮影をしたりとかもしましたね。いや、やっぱり出来たてのだけあって綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。なんか電気も新しくて、もう僕の時はなかったんで、こういうのすごいなんか年々すごい変化してて、なんか大学もね新しくなってるんだなって思いました。あ、この辺とかもなんか絵本とか。絵本やね。こんなに大きな本見たことない。やっぱり保育学があるけん、こういう本も読み聞かせとかね、うん、の本とかもあったりとか。次は保育学科の方に行ってみたいと思います、はい、で保育学科の方なんですけど、こっち、ここ曲がったとこかな、はい、さっきのこのリズム教室もあの保育学科が、ね、授業で使うと思うんですけど、実際にじゃあちょっと行ってみますか。ここがあの僕が入ってたねフォークソング部の部室になります。ここです。なんかポスターが貼ってあったりとか、ちょっと覗いてみましょうか。はい、こんにちは。あ、久しぶりですそう、ここがあのフォークソング部の部室なんですけど、あそこに僕のポスターも貼ってあります。ゆいが独尊って書いてある。すごい懐かしい、めちゃくちゃね、久しぶりやね。汚いです、久しぶりですそう、楽器がすごい置いてあったりとか、まあ、ここで練習したりとかね、あとはまあいろいろ発表の練習を合わせとかしたりとか。ありがとう。はい。頑張ってね、また。
頑張ります。あ、だんだん見えてきたね。見えてきましたね。すごいの、なんか窓ガラスのね、このなんていうんですか、ね。そう切り絵なんか貼ってるやつ。ね、貼ってるやつ。でも正直保育学科の教室も入ったことがない。私もない。ないよね。ないです。はい。どんなのだったんやろ、中が。これが保育の教室？ほのぼのルーム。ね、ほのぼのルームって書いてあるね。はい。で、あっちがその保育学科の学科棟？学科棟になります。そっか、保育学科でも学科が、あの建物が分かれとんやね。はい。上に一人部屋で一人一台ピアノがあって、ピアノが練習できる部屋が。あ、そんなところがある。はい。そこでみんな練習して、あの試験に臨むわけね。はい。あ、すごい、こんなクラスがこうやって分かれとって、あ、こんな感じで、これピアノがすごい、あ、これが一つ一つ部屋で分かれとる、はい、防音みたいな感じになってるよね、はい、うん、すごいね、あ、すごい練習してます、練習してます、ね、ちょっとね、話聞いてみます、はい、あ、すいません、失礼します、あ、こんにちは。こんにちは。保育学科の方ですか？はい。今何回生ですか？2年生。あ、2年生。今ちょっとピアノの練習されてたんですかね？はい。いつもここで練習してるんですか？あ、いつもここで。でも最近新しくまた、うん、あの曲決めたので、うん、練習してます。なるほど。ちょっと弾いてもらう。ちょっと無茶ぶりこれ。ちょっとだけ。え、もうピアノはあの保育学科入ってから、はい、初心者です、すごいね、ここまで弾けるようになるんや、すごい、最初やっぱりこう左右のね動かし方とか違うと難しいよね、はい、難しいです、うん、頑張ってね、これからも、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、お、音楽ホールがここに、はい、初めて入りますね、いや俺も初めて、うわ、すげえ。お、めっちゃ広いですね。あっちはあれパイプオルガン。すごいな。なんかあのカタリナホールの方にも大きいのがあるんですけど、これはちょっと小さいバーみたいな。コンパクトな。コンパクトな感じの。すごい。すごいです、ね。なんか近くで見るとまた。来た。お。あー、すごい、黒いで鍵盤逆ですね、ね、白鍵と黒鍵の色が逆になってますね、普段これって使われること、音楽の時間でもしか弾いてるかもしれないですけど、そう頻繁には使ってないと思います、そうなんですか、はい、よかったらちょっと音が出るかやってみてください、すごい、初めて聞きました、なかなかあのパイプオルガンってないですよね、うん、すごい、カタリナにはこういうのもあるので、はい、ぜひまたホールの方ではい、続いては記念体育館、はい、はい、来ましたね、じゃあ早速記念体育館は、一応上になるので、はいはい、こっちから行きましょう、ここって使ったことある？1年生の時の体育の授業で、うん、体育の授業で、はい、そうよね、体育の授業でここをよく使うんですけど、2階に体育館があるのってちょっとね、なかなか珍しいと思うんですけど、はい、こんな感じです、はい、で、まあその体育の授業もそうですけど、まあ、主にその運動系の部活とか授業で使いますね、じゃあちょっと下の方も見てみましょうか、はい、サルーテは使ったことない、使ったことないです、ね、あ、ないんや、俺はちょくちょくこう使ったりもしよったんやけど、見たことある、見たことはあのよくあります、はい、
でここがね自動ドアなんよね。おここだけ知っとった知らんかった。おこんな感じ。あれあれあれ、あちょっと陣のあれあれレイヤーまであれ何しよう。まあここがねトレーニングスタジオになってます。はい。でまあ普段その放課後とか4時半以降やったかなにオープンして、こう生徒さんたちが自由に使えるような、で大学の中にはねこういう施設もあるんで、あのぜひいろんな人にも使っていただけたと思うんですけど、でフィットネススタジオがこちらです。ちょっと行ってみようか。開いてない鍵が行ってみようか。行ってみようか。めちゃくちゃドヤ顔。めちゃくちゃドヤ顔。開いてない。全然開いてない。こんな感じですね。すげえ。もうなんかあれよね。その辺のダンススタジオより広いより広いよね。これ。じゃあちょっとダンスをあのうちのこうきくんにちょっとしてもらいましょうか。こんな感じでなんかダンスにもね使えるようなスペースになってますね。広いんで思う存分踊れますね、うん、はい。ここがねトレーニングスタジオになってます。ダンベルとか、そうそうそう、ダンベルとかもあって、わでまあこっちはよく見るやつ、ね、そうよく見る、よくムキムキの人がベンチプレス。でも正直あの俺はこっちは使ったことがない。あ使ったことない、ね、あのなんかガチ勢 の, あガチの本当になんかゴリゴリの人たちがここでムキムキの人たち、そうそうそうやってますね。で、まあ、まあ全身足から、背中から腹筋から、まあ、全部鍛えれるような器具が、一通り揃ってますね。あと一般の方も使えます、ここ、あそうそう一般の方も使えます。あのまあなんかこう会員じゃないけどそういうのがあって、そしたらあの結構お年寄りの方来られたりもありました、ね、へ、うん、すごいね、はあ、すごかったですね。施設がすごい充実してて、はい、めちゃくちゃ良かったです、はい、じゃあ最後に聖カタリナの象徴的な聖カタリナホールに行ってみたいと思います。行きましょう。ゴー。やっぱり聖カタリナ大学といったらね、ここがメインの場所になるんじゃないですか。こちらを覗くと、覗くと早速正面にパイプオルガンが、すごいよねこの景色がまずね、はい、なんかここを見ただけで結構テンションが上がるような、このパイプオルガンが西日本最大規模のパイプオルガンになっていて、うん、はい、2000本以上、すごいね、2000本以上、はい、そこに行ったことはありますか。いや行ったことはないです。なんかいただいてるみたいで、本当ですか。本当ですか。正直ずっと行ってみたかったですよね。ちょっとじゃあ行ってみますか。行ってみますか。うわーすげえ。わすごい。いやめっちゃすごい。うわ広。わ広とかすごい。いや綺麗めっちゃ。うわ高っ。でこれがパイプオルガンですよ。さっき保育のところで2段やったのが3段。うん、そうね、3段になっててすごわ。ちょっと失礼します。怖いななんか。すごいですね。こっちと見る景色全然違いますね、うん、全然違いますね。やっぱり高いのと、あとステージ上からこう見下ろすこともないんで、ライトとかもすごいおしゃれですよね。他の大学さんとかとも雰囲気も全然違いますし、まあ、すごいおしゃれですよね。横にステンドガラスもまた、うん、またステンドガラスがね特徴的で素晴らしい。 1,2 回生とかはそういうクリスマスミサとか、なんかそういう、こう式典みたいなのを経験してないかもしれないんですけど、まあ、これから
ね、ちょっとずつ落ち着いてきたらまた普段通りここでそういう行事もできるのかなと思うので、はい、ぜひ、高校生の方とかこういうところもありますよということで、ね、紹介できたんじゃないかなと思います。本日のキャンパスツアーはいかがだったでしょうか。西山さんどうでしたか。はい、なんか僕4年間、通ってたんですけどまだまだ知らないところもたくさんあって、すごく勉強になりました。はい、で、2人はねちょっと初めて今回一緒に大学をね見て回ったと思うんやけど、はい、どうでしたか。いや初めて、大学内をいろいろ見て回らせてもらったんですけど、もう思った以上に設備も整っててすごい学園生活楽しく過ごせそうだなっていうか充実した学園生活送れそうだなっていうのをすごい感じました。はい、レイヤーどうやった。いろんな部屋があって広くて迷子になりそうでした確かに広かったね。でもなんか本当に何だろう、回ってる時に生徒さんとかとすれ違ったりとかしてたら、まあ、勉強だけじゃなくってその私生活とかいろんな部分でいろんなつながりとかも増えてすごく将来充実した人になれそうなそんな感じでした。はい、はい、まだ紹介しきれなかった部分がたくさんあるのでまたぜひお越しください。西山さん、斉藤さん、ゆうのさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。